여러분안녕하세요유카채널의유카입니다今日は本当はねカメラ持ってきたけど撮る予定はなかったんですけど結構今日一日そして明日まで、タイ旅行の準備とあとその前のソウルでの撮影があるのでそれに向けてちょっとこうビューティーデーにしようかなと思ってで今から行ってくるのはまつげエクステをしてこようと思います。なので、チェジュのそのビューティー系の施術はどうかっていうのをお見せしたいと思います。今日は行けたら美容室も行ってこようかなと思うのでお楽しみにしていてください。なんか痩せた？俺74になったの。1週間で5キロ痩せたの。本当に嫌い。とりあえずまつげエクステしてきます。バイバーイ。今まつエク終わってきました。どうかな。すごいね、いい人でそのしてくださった人がまさかの名古屋でね住んでた方で日本語もできる方でした。なんでもしこれ見てるチェジュに住んでる日本人の方いたらぜひ行ってみてほしいです。名前はねリトルブラックっていうお店なんですけどよかったです。皆さんこんにちは。昨日美容室に来ようと思ったんですけど1日ずれて今日来ました。じゃあどうぞ食べて。どうですか。いい感じだと思います。いい感じです。今日はどういうスタイルですか。わかんないんです。お任せ、はい、お任せ。髪やってきました。結構暗くしました。次はねブルーブラックだったかなにしようかなと思います。でいつもしていただいてるのはイーヘンスンさんです。なんでもしね島民の方見ていたらチェジュ島民ハリンというかチェジュ島民クーポンっていうのがあってでそこだと結構ねお得な価格になるのでぜひそのアプリをダウンロードして、電話してみてください。じゃあもう髪切りました。はい。ハンナもやってくれたけどこのヘヨンっていうこれがきっと韓国スタイルのポイントなのかな。下からソウルなのに絶賛肌荒れ中ですが髪は綺麗になりました。よかった、ありがとうございました。次のビューティーコースに移動しようと思います。それではバイバイ。今ね、その肌の管理してきたんですけど、そこに行く前に動画を撮ることできなくて、で、中でも撮ろうと思ったんだけど、こう他の方がいらっしゃったりとかして、なので、次、そこのエステのところは、エステっていうか、なんていうのかな、皮膚管理韓国風スキンケアのお店は、また別でご紹介したいと思います。私がね、ここはずっと、結婚式前からもう5年ぐらい通ってるとこなんですけどとてもよくしてくれていつもね丁寧にしてくれるとこなのですごく気に入ってる場所です。で今日はちょっとニキビがあってそれをこうニキビの中のものを出したので今ちょっと炎症してるんですけどこれはねすぐ 2,3 日で収まる感じなので今の肌の状態というよりかはここからどんどん再生されて良くなっていく感じになります。はい、すっきりしました。なので今日のビューティー
コースの、2つ目はスキンケアでした。あとは明日ソウル行ってなので、またお楽しみにしていてください。バイバイ。ただ